お疲れ様ですあの私ね YouTube で廃墟を特集している、まあ、そういったね YouTuber さんのチャンネルを見るのが結構好きで、まあ、いろんな廃墟チャンネルとか廃墟を訪問するようなね、まあ、そんなあ旅動画とか見るんですよ。でそれぞれ YouTuber さんが自分なりの感想を言ってるんですけどもまあでもね同じ廃墟に行って同じような感想を持つっていうのはまあすごく真っ当かなと思います。 でここで何が言いたいかっていうとまあ経営破綻したね廃墟軍ホテル軍レジャーランドとかですからいわゆるオワコンなわけですよでもオワコンと言われているところに訪問してアクセスが稼げるっていうねしかも廃墟訪問シリーズっていろんな方がいろんな角度でやっていてでも内容はほとんど一緒なんですよで廃墟訪問シリーズの動画を見てる人も過去に他の人の廃墟訪問の動画を見てあ俺も行って同じようなコメントしようと思うわけでしょう っていうか同じようなコメント以外しようがないんですよ廃墟って。うん。んで破綻したのかとか、いつ頃盛り上がったのかとかね、どういう原因でこういうふうになってしまったのか、で、将来的にはどうなるのか、みんな同じですよ、これは。うん。同じ意見に集約されるんですよ。まあ、当たり前ですけどね。でも違う人が違う顔で違う声で、同じ内容をレポートすると、それはそれで見応えがあると言いますかね、結局見てしまうんですよ。うん。 オオオワワワコココンンンと思えばば、だけけども、オコンを使っていけばそこでもアクセス収益っていうう道があるのかなと思うんですよね。山本太郎さんに関しましては私自身が、まあ、興味がすごくあるなっていうところと山本太郎さんにすごく同意するところもね多いわけなんですけども何で私が山本太郎さんにあの同意してるのか共感を持ってるのかってことを話すとあそうそういうことなんですよっていうふうに、えー、思ってくださる方がいてね。 うん、通常切り抜きチャンネルって山本太郎さんの動画をこう編集してアップロードするわけじゃないですか。で私の場合山本太郎さんの動画あんまり出てこないんですよ私が一人で喋ってるだけなんで、ね、そうなると誰とも被らないというね <laughs> ところもありますしまさにあの思いを1つにする人って、うん、やってやぱ共感なんでしょうねそれから同じようなところに疑問を感じたりとか、まあ、同じような、ね、未来を見ている、うん、非常に。 いい体験をさせてもらいました。そして YouTube がね、もう終わったと言われてる方、私は声を大にして言いたいんですけども、2週間で収益化。まあ、おおむね1週間ですけどね。1週間で収益化。1000人以上のチャンネル登録をいただいて、で、再生時間がね、4000時間。これ1週間でいきますよ。うん、ちゃんと狙えばね。しかも、ありふれたキーワードでいきますよ。うん、要は、やり方なんでしょうね。だからね、すべてのことに、オワコンっていうフィルターをかけるんではなくて、じゃあそれをどのように使っていこうかなと。 オアコンをどうやって使ったら再スタートできるかなって考えていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。まさに廃墟の YouTuber なんて新しい方がどんどん出てきてねチャンネル登録で1万2万人と作ってるわけですよ。うん。すごいなと思いますよ。うん、で廃墟ってのは結構ね応用が効いて廃墟の商店街とかね廃墟のこう公園とかね廃墟同然の公園とかあと廃校とかね急校とかね、うん、あとは廃工場とかね 今ではもう使われなくなった道路とかトンネルとか車とかっていうのもねいろいろいけるんですよねなかなか面白いんじゃないかなと思います終わったと思うからオワコンなんだということでね終わったと思えなければいいんじゃないかなとまだいけると思えばまだいけるんですよいってらっしゃい